あ、イベントだ。はるか、アマタロウ君、久しぶり。あら、私が温泉に入ったりしてる間に、フエンバチョン手にいたんだ。かなりポケモン集まってて、そうです。じゃあこれあげても大丈夫だよね。ゴー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 。あ、これで砂漠に行くんだね。なるほど。そのゴーゴーゴールがあると111番道路の砂漠にも入れるようになるんで、それしてもアマタロウ君、ポケモンジムに挑戦だなんて、私に負けないくらい、負けたくないからって頑張ってるのね。じゃあ私10日でアマタロウ君のお父さんに挑戦しようかな。あ、10日シティに行くの、ここから。なるほどね。ついにパパと戦うってことね。はい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 。はい、ちゅうわけで、挨拶中でしたけれども、挨拶まだやってなかったですけども、パート21です。あ、ごめん、20です。10日シティに向かいましょう、一回。帰ってきたぞー。10日シティだ、懐かしいなー。で、ここだよね。ちゅうわけで、ここが多分入るようになってんだと思うんだよなー。おい。このジムは部屋にいるトレーナーを倒せば奥の扉が開く。おっと、この部屋はすでに扉が開くなってるから僕は倒したりしないでくれよ。この動画ジムのトレーナーたちはいろんな道具を使ってくるぞ。ちなみにここから行けるのは左、素早さの部屋、右、命中の部屋だ。扉にも書いてあるからそれを読んでから進むんだ。さあ好きな方を選んで決まってこうということで、まあ多分レベル足んないと思うんだよね。全体的に30ちょいくらいにしないとダメだと思うんで、そうっすね、レベルアップ。うわ、レベルアップきついな、ここから。じゃ、こ帰ってきたんだけどさ、とりあえず。はい、ということで、いろいろ吟味した結果ですね。ちょ、一回入ってみね、ちゅうことになりました。まあ、そのね、レベルアップをどれぐらいしなきゃなんないのかっていう、あれにもよるんで、一回入ろうかなということで。で、なんだっけ、素早さと命中ってたよね。で、命中の部屋、あのね、素早さの部屋に入りましょう。はっきり言って、うちのパーティー、鈍足ばっかなんで、結構命中下げて戦うスタイルのポケモンたちが、チョコ材な手を使うんで、僕らは。とりあえず命中の部屋入っ、あ、素早さの、あ、素早さの部屋入って、よかった、危ねえ。戦います。どんなもんなのかな。とりあえず、ののかを育てるっていう作戦もあるんで。さあ、どんぐらい強いんだろう。またこいつか。エネコロロ、27レベル。微妙なタッチ。お、しかも、気づいたかな。メロメロボディ効かねえんだよ、今回。強え、俺たち強え。ちょ、とりあえず、鉄子で先制かな。まあ、ノーマルタイプなんでね、所詮威力は、もうね、たかが知れてるでしょ。なんだよ。関係ねえ、関係ねえ。打足っつうんだよ、そういうの。あ、嘘。やばい。ね。おい、起きろよ、マジで。よーし、目覚めた、行け。かましてやれ。もう全然効かねえ。まあ、でもしょうがねえよな、自利品だよな。マジかよ。あのさ、歌うがさ、6回中4回当たってるんだけど、どういうこと？めっちゃダメージ食らってるよね。はあ、ちゃあ、全部1だぜ。1の積み重ねでこんだけ食らったんだぞ、ダメージ。お、開いた。あ、何も説明してくんない。不親切。何？この先、守りの部屋。なあ、守備はちょっと厳しいな。この先、下がらずの部屋。下がらずの部屋？何それ？どういうことよ。僕のポケモンに対して能力を下げようとしても無駄だからね。え、マジか。え、そうなの。え、マジ。泥かけっていう、あ、まっすぐまだ。どういうことだ。下げても無駄。俺のチョコ材の手が効かないってことか。じゃあいいや、毒で攻める。そんなら毒でしょ。エフェクトカード、なんだ。相手は白い霧に包まれた。あ、そういう感じね。なるほど。うわ、マジ。チョコ材なんだけど、相手が。ムカつく。なんだかんだでみんなに経験値を分配することができた。ほとんど毒で倒すっていうね。これ、いけんじゃねえ？これ、もしかして、親父。親父倒せる気がしてきたんだけど、なんか。能力が下がらなかったけど、みたいなこと言ってんな。ざまあ見やがれ。おや？レイチェル。待てよ。かわいい。おめでとう、レイチェルはマルノームに進化した。めっちゃかわいいんだけど。レイチェル確か、うわー、強い強い強いぞ、強いぞレイチェル。まあ、正直ね、毒ガスいらないんだよね。ヘドロ攻撃でなんとか事足りるよな。よーし。
のしかかり覚えた、つえ。次も親父かな。1枚しかないんだけど。力の部屋入っちゃったけど大丈夫かな。あ、まだ続くんだ。へえ。まあ、行けるとこまで行きましょうか。全力であなたを倒そう。噛んだわ。全力であなたを倒せたとジムリーダーから言われている。たとえその相手がリーダーの子供だとしても。待ってろ親父、こんな女をな相手なんかしてる暇ねえんだ俺はよ。もうエリトリナ嫌いだわこいつら。ジャングースだ。池野のか、まあ、野のかは一回下げるでしょもちろん。ああ、これ剣の舞系か。なるほどね。やばいかなレイチェル、もしかしてプラスパワー、あ、プラスパワーか。さらに剣の舞してくるのかな。一回のしかかり使ってみる。ああ、やっぱりね、ちょっとやばいかもしれないな。うちのパーティー打たれ弱いからな。麻痺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 、とりあえず麻痺。よーし、これでだいぶ戦況変わるでしょう。レイチェル結構もしかして耐えるんじゃね。おお、なるほどね。どんなに力を持っていてもね、やはりね、こういう作戦には弱いわけですよ、そういうパワー系っていうのは。よーし、全力を出したのに。ざまあ見ろ。というわけで次親父でしょ、もうさすがに。この先ジムリーダー、どんなポケモンが待っているか自分の目で確かめよと書いてある。かっこいいな親父。あ、親父だ。ということでちょっと、そうだな、時間的にどうなんだろう。まあいっか、一回挑戦してみます。ちょっとごめんなさい、あの勝てる気はしないです。ケキングでしょ。あ、破壊光線耐えられないと思うんだけど、まあちょっと一回挑戦します。はい、ということで回復してきたんでいきますか。で今回ばっかりはちょっと多分どうなんだか分かんないけどギリギリになると思うんで、ちょっと一回レベル上げは捨てます。そうか、ジムバッジを4つ集めたのか。では約束通りポケモン勝負だな、アモ太郎。私は今こうして自分の子供と真剣勝負できることが嬉しくてたまらない。だが勝負は勝負、私はジムリーダーとして全力を尽くす。アモ太郎も本気でかかってくるんだ。親父、かっこいいこと言ってるの悪いんだけどさ、俺この地方で女の子ばっか集めてるんだけど、それに関してはどう思うんだろうね。千里が勝負を仕掛けてきた。ケッキング、え、いきなり？え、マジ？いきなりか。とりあえず麻痺だろ。あ、早い。あ、から元気使ってくんのか。やべえな。え、異常状態になったらまずいパターンのやつだよね、これ。よーし、いいぞ。異常状態になったら確か上がるよな、攻撃力みたいなやつ。どんぐらい効くんだろう。これ威力上がっちゃうよね、多分。やばいかもな。おお、やべ。杖、こいつやる。あー、どうなんだろう、格闘技持ってんのかな。持ってる気がするな、格闘技。まあでも生キル使ってくるから、なんだろう、あれはできるよね、タイミング調節は。よし、テツコ勝て、全然食らわねえ。これはいけるかもしんないな、テツコいけるぞ。よし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 、いや当たるんだけど攻撃が。マジ4段階ぐらい下げたつもりなんだけど、マジか。いや当たるんだけど攻撃が。騙し打ちって必中。え、マジか。え、マジ3発とも、3発中3発当たってるけど。え、マジか。え、そうなの、俺知らなかったわ。え、騙し打ちって何、必中なの。なわけないよね。ちょ、さすがに回復するわ。騙し打ち当たりすぎじゃない、ちょっと待ってよ。よーし、いいぞ。あ、やっぱ騙し打ちって必中なんだな。命中下げても意味ねえのか。なるほどね。おー、アップねー。おお、さすがだ、さすが鉄子、鉄の体を持つ男。女だった、失礼。いや、なんとか倒したぞ、1体目。1体倒すのにこんだけかかるとは思わなかった。うわー、えげつな。さあ2体目。おお、デジャブ。うわ、レベル上がってるし、やばいかな。何、集中力を高めている。うわ、マジか。よし、いいぞ、とりあえず命中下げる。集中力が途切れて技が出せなかった。これなんだっけ、集中力上げるやつ、飛び下げりちゃうな、なんだっけな。まあいいや、とりあえずさっきの作戦でこれいけるぞ。ケッキング弱いぞ、これいける。
よーし。いや、鉄子強え。鉄子がね、もう鉄壁とね、メタルクローのね、組み合わせがやばい。攻撃力も上がってっからね、最後、やる気者来たな、お猿さん。でもね、残念なことにね、泥かけなくなっちゃった。こっからもうほんとぶつかり合いだよね。あー、必中技か。関係ねえよ。おっしゃ、鉄壁効いてる、勝てる。攻撃2段階上がってるしな。よし、勝てるぞ。うわー、我慢比べだな。どっちが先にやられるかな。急所に当たったもんならもう終わりだぜ。いやー、こういうことですよ、フラグ回収っていうのはね。びっくりマーク。まさか、まさかアモ太郎に。いや、まさか勝てるとは思わなかった。こっちのセリフだわ。分かった、決まりは決まりだ。これ渡そう。なんで迷ってたのか、渡すの。勘弁してくれよおじさん。やった、親父からバランスバッジをいただきました。そのバランスバッジでアモ太郎のポケモンの防御力が高くなる。秘伝技の波乗りを覚えたポケモンがいるなら水の上を進めるようになる。これは私からの贈り物。アモ太郎なら使いこなせるだろう。何、から元気。ああ強い、やった。ジムリーダーとして言いようがないくらい悔しい。だが親としては嬉しいような寂しいような。ごめんなさい、女の子ばっか集めてます。再三言うようだけどね。何、そうだ、さっきミツル君のご両親がいらしてアモ太郎に渡したいものがあると言ってたぞ。ミツルのところ行けっつうのね。はい、というわけでなんだかんだで、2連勝しまして、まあ、前パートでもバッチゲットしたんだけど、今パートでも5個目手に入りました。ということでね、ちょっと長くなっちゃったかもしれないですけど、ここまでご視聴ありがとうございました。